富士再建グループは日本最大級のメディアコングロマリット。グループ全体での従業員の数は約1万名強。グループ企業の大部分は株式会社富士メディアホールディングスの子会社、または関連会社である。一部構成企業を除くグループ企業はグループの統一者称、シンボルマークとして目玉マークを使用している。 1967年に株式会社フジテレビジョン、株式会社日本放送、株式会社産業経済新聞社、株式会社文化放送を中心に結成された。グループ会議議長に鹿内信高フジテレビ社長が就任、グループ会議内に総務、人事、経理委員会を置いた。1985年に議長は長男の鹿内春夫に引き継がれたが、 1988年の旧姓に伴い、信孝が一時的に復帰した後、1990年に娘婿のしかない広明に引き継がれた。しかし、1992年に広明が産経新聞社会長職を取締役会で解任されたことを契機に、グループ会議議長をはじめとするグループ各社の役職の辞任を余儀なくされた。以降も長らく、日本放送の 筆頭株主として、鹿内家は存在感を誇示していたが、株式公開を機に徐々に持ち株比率は低下し、2005年に広明夫妻が保有していた250万株以上の日本放送株式を大和商家に SMBC に売却し、鹿内家のグループに対する影響力は弱まった。2005年1月17日に富士テレビは、 同社の発行済み株式総数の22.51%をユース筆頭株主である日本放送の株式公開買付を発表。しかし、同年2月8日に株式会社ライブドア及び株式会社ライブドアパートナーズが日本放送の株式を合計約35%を取得し、同社の筆頭株主となったと発表した。これに対し、 富士テレビは TOB の目標を25%上以上に変更して日本放送を媒介にしたライブドアの富士テレビ及び富士山系グループへの影響を排除する方針を固め TOB の結果富士テレビは日本放送の株式の36.47%を取得この結果商法第241条第3項に基づき日本放送の有する フジテレビの株式の議決権は失われ、名実ともにフジテレビがグループの中核企業となった。2005年5月23日にフジテレビが株式会社ライブドアフィナンシャルホールディングスからライブドアパートナーズのすべての株式を取得。この結果、日本放送がフジテレビの子会社となり、フジテレビを頂点とするグループ体制に移行した。2006年4月1日、 日本放送は株式会社日本放送ホールディングスに称号変更しフジテレビに吸収合併され消滅同時に中原オ放送事業を新設会社株式会社日本放送に承継した2008年10月1日にフジテレビは称号を株式会社フジメディアホールディングスに変更日本初の認定放送持ち株会社となった 現業部門については、事業分割し、新設会社、株式会社富士テレビジョンを設立し、テレビジョン放送免許を新設会社に承継した。富士山系グループの健康保険組合は、中央ラジオテレビ健康保険組合と、産経健康保険組合の2つがある。79の株式会社、外国会社、4の公益財団法人、一般財団法人、 社会福祉法人で構成している。なおかき一覧は、富士メディアホールディングスのグループ区分とは異なる。富士メディアホールディングス、富士テレビジョン等が入居する FCG ビル2008年10月に、グループの中核会社である富士テレビジョンが認定放送持ち株会社の富士メディアホールディングスに移行。経営支配上は新設された富士テレビジョンや日本放送、 ポニーキャニオン等の子会社を統括する形となったが、富士 HD 自体は富士山系グループ92社内の中では単独の区分となっており、それ以外のグループの区分は従来のまま変更されていない。これはグループ公式サイト上の区分は単純に直近の親会社別に区分されているためで、経営支配上は富士 HD を頂点とする事業構造になっている。 富士テレビジョンを中心に34の株式会社、外国会社で構成する。産業経済新聞社等が入居する東京産経ビル、産業経済新聞社を中心に17の株式会社で構成する。ただし、産経新聞社は富士メディアホールディングスの持ち分法適用会社であり、同社以外のグループ各社の出資比率は公表の対象外となっている。なお、 三景新聞グループに属する企業として、三景総合印刷2社があり、従前は富士三景グループにも属していたが、2021年4月時点では、グループからは外れている。日本放送が入居する、東京会館、日本放送ビル、日本放送を中心に5の株式会社で構成する。三景ビルを中心に9の株式会社で構成する。ポニーキャニオンが、 かつて入居していた、住友不動産虎モ門ビル、ポニーキャニオンを中心に、8の株式会社で構成する。9、公益法人グループ。3の財団法人、1の社会福祉法人、並びに、これに関連する1の株式会社で構成する。文化放送が入居する、文化放送メディアプラス、文化放送を中心とし、文化放送完全子会社である4の、 株式会社で構成する。文化放送グループにはこの他にも他社合弁の関連会社が2社あるが、これらの会社は富士山系グループには含まれない。文化放送を含めたすべての会社において、当グループ共通の目玉マークを使用していない。社名ロゴも通常は各社独自のものを使用し、富士山系グループ統一書体を使用するのは、グループ企業一覧など限られた用途に限られる。 富士メディアホールディングスの資本的支配が及んでいないこともあり、実態としては、いわゆる有効会社に近い。1963年、産経新聞社及び富士テレビは、国鉄スワローズに出資し、国鉄本社に代わって事実上経営の肩代わりを行った。両社に文化放送、日本放送を加えた4社は、明治神宮及び学生野球関係者に働きかけ、 神宮第二球場の整備を行う見返りに、神宮球場の国鉄球団による使用を認めさせることで、1964年に国鉄スワローズの本拠地が読売ジャイアンツとの併用の関係で、日本テレビが中継権を独占する後楽園球場から神宮球場に移り、富士テレビによる試合中継が本格的に可能となった。1965年5月10日に、 三経新聞社が国鉄球団を正式に買収し、シーズン途中から球団の名称を三経スワローズに変更し、富士三経グループによるプロ野球球団が誕生した。翌1966年に当時三経新聞で連載し、かつ富士テレビでテレビアニメを放送していた漫画鉄腕アトムに倣って三経アトムズに改称した。しかし、 肝心の成績が低迷し、球団経営も悪化。水野茂雄の後を受けた、鹿内信鷹は、グループ事業の見直しを推進し、1969年に、水野と旧知の関係にあった、南喜一が経営する、ヤクルト本社に球団を事実上々とし、球団名も、名目上、産経新聞社とヤクルトの共同経営とした1969年に、限り、 暫定的にニックネームのアトムズだけで1年通したが、その後ヤクルトアトムズに変わった。ただし、以降もフジテレビ日本放送、文化放送との優先中経験は残り、関係は継続された。1998年、フジテレビがヤクルト球団の株式の約20%を第三者割り当てにより取得し、業務提携を行った。 国土計画の筒美義明は、横浜スタジアムの建設及び太陽ホエールズの横浜移転に絡んだことで、太陽球団の第三者割り当てに応じて、株式の約45%を取得したが、1978年に国土が福岡のクラウンライターライオンズを買収し、西武ライオンズを発足させた。野球協約では、同一企業、あるいはその関連会社が、 複数の球団を経営することを禁じており、国土は太陽球団株を放出せざるを得なくなり、日本放送が約30%、東京放送が約15%をそれぞれ引き受けることになった。太陽は1960年以来 TBS と深い関係にあったが、1975年にテレビの独占中継権は日本教育テレビに移り、 さらに1978年ラジオの巨人主催試合の中継権に絡む読売新聞社ラジオ日本と在京三局との競争関係で TBS ラジオが抜けがけして読売陣営にくら替したため報復処置として日本放送が太陽のラジオ独占中継権を獲得し1979年以降太陽と日本放送翌1980年からは その関連会社である富士テレビとの関係が深まった。ただし、東京放送も太陽球団株を保有した、関係上、TBS テレビは太陽主催試合の放送権保有を継続した。その一方で1975年からテレビでの優先中継権を持っていたテレビ朝日は、1979年以降、段階的に中継を縮小、撤退した。こうして、 富士テレビがヤクルト球団に20%、日本放送が太陽球団から名称変更した横浜ベイスターズに30.77%、それぞれ出資していた。2001年シーズンオフ、横浜球団の株式53.85%を保有していたオーナー企業のマルハが、球団の株式を日本放送営場とすることとなり一度は合意したが、国土の事例と同様、 巨人の渡辺常オーナーが野球協約違反として異議を唱えた。代わって球団の第3位株主であった TBS が47万株、TBS の持ち分法的要関連会社の BSI が23万株を引き受けることとなった。この結果、TBS が従来から保有していた20万株を合わせて51.54%の筆頭株主と、 なり、オーナー企業となった。2006年4月には、富士テレビが日本放送の資産を吸収することで、富士テレビがヤクルト球団と横浜球団の株式を保有し、野球協約に完全に抵触することになった。2011年12月2日に、TBS ホールディングスは、球団持ち株の49.69%を BSTBS は、 球団持ち株の全株をそれぞれ d n a に譲として横浜 DNA ベイスターズが誕生したが、日本放送は依然として同球団の第二株主となっていた。しかし、2013年3月期の DNA の優価、証券報告書によると、同社の球団保有株は97.7%となっているため、この時点までに、富士 HD は保有株式をすべて DNA に、 譲としており、野球協約に対する定職問題を解消している。富士山系グループに属する放送事業者は、富士テレビ、日本放送、BS 富士、大阪放送、文化放送に加え、富士 HD 非連結市会社の衛生機関放送事業者である、サテライトサービスがある。このうち、富士テレビは FNNFNS のキー局、日本放送と文化放送は NRN の、 キー局であり、ラジオ大阪は nrn に加盟する。fnn f n s および nrn に加盟する。他の放送事業者は富士山系グループに属していない。fnn fns の準キー局である。関西テレビ放送は阪急阪神ホールディングス株式会社の持ち分法的用関連会社であり、阪急阪神ホールディングス h2o リテイリング。 東方を中核とする、半急半神東方グループに属しているが、2012年6月1日、現在の筆頭株主は、富士 HD であり、持ち分法適用関連会社である。逆に、関西テレビは同日現在で、富士 HD の第8位の大株主で、同社が属す半急半神東方グループの東方は、富士 HD の筆頭株主でもある。また、 ネット局である仙台放送は2016年12月に富士 HD の連結司会社となったが富士再系グループには属していない。なお、FNN、FNS 加盟各局と富士 HD とは資本を持ち合っており、また役員クラスの人事交流がある。とりわけ、東海テレビ放送、関西テレビ、テレビ西日本の機関3局の代表者は、 富士テレビジョンの社外取り締まり役を兼務する。NRN 加盟局では、ラジオ沖縄や熊本放送の大株主として、文化放送と日本放送の2社がなお、連ねているが、あくまでも大口出資者の1社に過ぎない。株式会社、産 k リビング新聞社を中心とし、旧の株式会社で構成する、リビング新聞社グループが存在したが、2018年3月に、 ライザップグループが産経リビング新聞社の株式80%を取得し子会社か、富士 HD の中核司会社から外れ、その後富士産経グループからも離脱している。その後も富士 HD が産経リビング新聞社の20%の株式を保有するなど、富士産経グループとの提携、友好関係を継続しているため、産経を含む称号と、 富士山系グループ統一書体によるロゴタイプをそのまま使用しているほか、公式ウェブサイトでは、ライザップグループと富士メディアホールディングスをグループ企業として紹介し、各社公式サイトへのリンクを掲載している。また、リビング新聞社グループ以外に、リビング新聞社と称する地域会社が存在するが、これらはフランチャイズであり、山系リビング新聞社や、 その他富士山系グループの企業との資本関係がないか、あっても議決権の割合が低いため、富士山系グループに属していない。ありがとうございます。